登山隊でございます。あいにくな雨、ただ天倉で見ると陽一岳方面が A になってるんですよ。なのでちょっとここは一つ天倉を信じて、で現地に行って状況を見て、できれば大江山、もう雪が今年あったかくてもうダメになってきてるんで、やってしまいたいなと思っております。言い忘れてました、札幌150歩シリーズの番外になっております。それでは、それにしても温泉に入るわけでもなしに、ここんとこなんで毎週毎週こんな定山家に来てんだろうね。移動してる間にやめばいいのになーなんて思ってたんだけど、あんま状況変わんないですね。まあ来たんで行けるとこまで行ってみますか。6時36分クライムオン。ある程度足元が固められてると信じて、とりあえずつぼ足でできる限り距離と時間を稼ぐつもりで今トライしてます。そして雪だった、違いますね、雨だったんですが、ちょっとみぞれっぽいのが降ってきて、まあ、気温が朝早くよりも少し下がるのを予報で見ていたので、今のところ作戦通り。ここに来てだんだんちょっとつぼ足だと沈むようになってきたんで、スノーシューこの先つけていきます。以前みぞれ、手前まで来たんですけど もうこの辺まで来ると雪がだいぶ締まってきて、スノーシューぴったり歩きやすくなってきました。なんて言ってるうちにですね、お見えなくなってきて、よっ、できないゴール。前回のアタックの風ないバージョンですわ。できない降りてきて、今中野沢方面、こっからが本題ですよ。前回本当吹雪の中、もうこれ以上は危険だと断念した大江山、今日はリベンジするぞ。なんせ風がないのがありがたい。ずーっとこの辺ですね、トラックが走ってるんですよ。確かこれ右側接近になってるから、これからの季節気をつけた方がいいですね。とりあえずトラックの左側を歩いていきますよ。このだだっ広い山っぺがランドマークを示している場所で
中野沢ゴール。今度あっちだってさ。どうやら地図を見るとあれっぽい。大江山にしてもね、昨日はちょっとチートデーに個人的にしてしまったので、六花亭のホワイトチョココーティングのストロベリーと、あとシュークリーム、同じく六花亭のレモンケーキ食べた後に辛ラーメン食べて、その残った汁にご飯、お茶碗3杯分ぐらい食べて、でさらにスーパーカップのチョコチップ味。もうね、こんなもん食ったらね、動けるわけないのさ。けどあそこまで行かないと意味ないからね。まあここで一旦休憩して行きましょう。大江山のピークまであと500メートルぐらいとなりましたよ。ただそこに行くにあたって2つぐらい急登がありそうで、まず第一関門がこれ。ちょっとこれ画面上じゃ分かりにくいけど、白い壁って感じで、これを越えてやや歩くとまたなんか似たような急登ありそうな、地図上では。まあ歩くしかないわな。こうやったらさっきの壁のシャドウ分かるでしょ。急なんですよ。意外と頑張ってるんですよ私。最後パンチ効いてるの。おいこれめんどくせえな。いや結構なもんでしょこれ最後。最後の砦の急登をさっきから休み休みちっちゃいあの辺まで行こうという目的を決めては登って、休んでの繰り返しで登っております。疲れた体にねこの急登は効きますよ。シャドウこんな感じ。あそこまで行って喜んだらさ、その先にまだあったりなんかしてがっかりするってことはよくあるよね。最後の急登を越えたら急に白くなってきちゃって、もうカメラ越しじゃ陽一だけも分かんないぐらいになっちゃいましたね。ピークまであと少し。いやもうとっととピーク取って、もうとっとと帰りましょう。間違って通り過ぎちゃったけど、札幌百五十峰番外大山ゴール。陽一がか見てくれてますね。番外もこれであと一つ。もう来て絶品も落ちようとしてるから、まあこの下歩く人はいないと思うんですけどね。ちょうど10時半、中野沢まで戻ってきました。もう天気なんかほんと完全に回復してしまって、快適な春山ハイキングといった感じ。いやにしてもやっぱり疲れたことは疲れたね。荻山木のラジオで
紹介されてて、まるでアップルパイだなって食べてたから買ってみたんですけど、確かにね、アップルパイくらい。前回ドハマりした沢ですね。今回はなんとか避けられそうですよ。ここをずっと尻滑りで降りてきて、やっと今上野鉱山ゲート前に戻ってきましたよ。車がもうここだけでも4台、もう春山を惜しむような思いで皆さん登ってらっしゃるんでしょうかね。よし、届く。はい、降りてまいりました。もう標高1000メートル以下のところはもうこの定山渓の奥地でももう雪は終わりになるでしょうね。カウントなんですよ、もう。なのでどこか目的があったら早めに行った方がいいんじゃないかなと思いますよ。それぐらい雪腐ってます。それではまたどっかの山で。この化学設定謎だね。もちろんこっち。お疲れ様でした。取り損ねちゃったんだけど、当たってコーラ2本になりました。次回もね。いよー